よし、たこ焼きパーティー、イエイエイ、2人で、イエイエイ、2人でって2人がいねえだろ。いや、もうパーティーとか言ってる割に2人でかいみたいな。包丁取りまーす。はい、え、使えないこれ。あー、もうでっかいやつにして。なんでよ。俺切るから。え、じゃあ、うん、種は誰が作るの？だって、あなたさ、うん、ネギ細かく作れないでしょ。あ、ちょっと、じゃあ、いいよ、分かった分かった。ちょっと、じゃあネギを一回細かくやってもらいましょう。いいよ。何？あー、もう、あ、分かったわ。本体が分かったわ。ねえ、自分の自慢をしたいわけですよ。俺はこんだけ、ちゃうよ。めっちゃ早く綺麗に切れますけど、ちゃうみたいな。はい、とりあえず。そういうことでしょ。うん、違うよ、ちょっとね。え、もう、切っていいの？危なっかしいみたいな。俺ね、包丁苦手なんだよな。でしょ？うん。じゃあなんで包丁担当になろうとしたの？え、なんか混ぜるのめんどくせえから。どっちかやれよ。はい。じゃあ、俺いいですか？とりあえず。この包丁じゃなくていい？いいよ。なんなのよ。なんかほら、何その顔、なんか今作ったよね、顔。落ちるから、うん、落ちないでって。でもほらあれじゃん、だいぶ厚いよ。何が？厚みが、幅が。え、何？新人潰し？何？そうやって潰していく気？いいじゃんよ別に。そういう感じ？そうやって新人を潰してきた？大丈夫そうやって。うるせえよマジで。こんぐらい厚いからとか言ってさ。うっせえ。俺がやったのとさ。ここら辺危ないから。そうね、ちょっと一回うん、じゃあ後で掃除かけよう。うん、でも落ちてないけどね。うんうん、オッケータコタコ。うんうん、いやー、お腹すいた。すいてないよ。さっき弁当食ったんだよ。すいてないんだよ。おやつだよこれ。いいじゃんかよ。す、うん、いてないでしょ本当は。いやでもね、なんか足りてないのよ。あ、足りてはない。そう、それはそう。さっきのお弁当じゃ足りてない。ああ、もう、まあ、それくらいで。あんま小さいけどさ。うん。ね、ちょっと、ね。ちょ、大ぶりのさ、感じがいいじゃん。わかるわかる。鍵のたこ焼き屋みたいになっちゃう。そう。確かに。大丈夫？うん。うん。むしろ小さだ。はぁ？じゃあこれとか入んの？あ、いや。あ、それでいいよ。オッケーオッケー。何もやられんのに、横でうるせえ。お、ちゃんとしろよ。まず寄っていくか。やっぱりそれで新人潰してきた、今まで。うわーい。いやもう優しさでできていかんね俺。マジで。めっちゃ優しいと思う。ただいけ。仏の工藤で、そう、仏の工藤で通ってる。通ってるでしょ。まあなんか想像つくわ。ただあの、八方美人なんだけど。ああ。うっせえ。どう？うん、いいよ。いい？もう、ああ、いや、いいよ。はい。続いて。あれ、なんでそれ、全部知らない。あ、全部すんの？半分くらいでいいかなみたいなこと。あ、え？半分ぐらいでいいかなっていうのは、サイズの話。サイズの話。量の話じゃなくて。あ、そういうことか。サイズ。量？え？なんか最近もう、翔ちゃんもさ、うん。親父ギャグを言うようになったじゃん。そうなの。散々さ、俺が親父ギャグとか言うの嫌うくせにさ、最近自分も言うもんね。嫌だね。嫌なんですよ。それ、自分が。でもさ、わかるくない？なんか言わずにはいられない。そうそう。それよ。でもなんか、やっぱ、楽しませたいっていうのが大前提ではあるのよ。多分。別に自分が言いたいっていうか、楽しませたいその空気をみたいな。ああ、その半分。だから、あの、分かってきただろ。うん。俺も悪気があって言ってるわけじゃないの。うん。言いたいのよ。確かに。でもまだ早くね、俺は。まだね。いや、でも言うもアラサーだからさ。アラサーっていうのもさ、うん、20代後半から30代前半、うん、まで言われるでしょ。そう。ってことは10年ぐらいでしょ。そうね。一緒になるのがちょっと僕嫌なんですけど。ああ。いや、その人が嫌とかそうじゃなくてさ。ひとくくりにされる。そう。ちょっと大きいじゃん。だって。まあ、どうなんだろう。だってそんな中でも、アラサーでもじゃあ、あの、若いブルーグループじゃない？うん。ね。これどぐらい？好きな大きさにして。4等分くらいでいいんじゃん。
でかいかな、もういいか。はい、大丈夫、大丈夫。あ、そんなにいらないかな、俺。うん。てか、タコもいらないよ、こんなに。いいよ、後で俺がお刺身として食うからさ。いらないって。いいよ。あ、もう、もう、もういいんじゃない結局もう、翔ちゃん出てるのか。あ、いい。だから、あれじゃない最近さ、めっちゃ食べてるじゃない、うん、でも、ちょっと前までダイエットしてたじゃん。うん、でもさ、俺思ったのよね、うん。なんかさ、隣にさ、大家さん住んでてさ、うん、で、たまに一緒にランチとか食べに行くじゃない、うんうんうん、で、その時に一番最初にランチ行った時にさ、うん、ちょっとダイエット中でさ、うんうん、え、もっと食べる？食べたら？あの、減ってるでしょって言われた時に、あ、今ちょっとダイエット中なんで、とか言ったの。ちょっと後悔しててさ。なんで？可愛くないじゃん。ああ、俺もそうだけど、食べる姿を見たいとこあるじゃない。うん。で、その時に、え、いや、大丈夫です。って言うの、言ったちょっと反省してた。いや、なんか可愛くないな、って思って、それってさ。まあ、そうね。うん。可愛げがないよね。せっかく誘ってくれたのよね。うん、そうそうそう。だから、もうその次からはもうめっちゃ食ってる。なんか。ただ単にさ。いや、それは、そうそう。ダイエットやめたからでしょ。うん。え、やめたというか、まあ、今はね。そんな気にしてないからでしょ。うん。なんかそう、かわいくないよねって思って。うん。そうね。うん。だから俺だってさ、食べ、一緒に行ったりしたらさ、ちょっと若い子が食べてほしいもん。うんうん。見てたり。うん。だからもうその次からはもう一緒に朝食食べて、その後パンケーキ食ってみたいな。うんうんうん。めちゃ食ってる。なんでおにぎり食ってるの？お腹すいたの？お腹すいたの？甘い。は？え？なんつうの？かわいいですね。ありがとう。動画でしか言わねえかな。言って。あ、そう、これ、粉。うん。卵と水入れるだけでしょ。うん。え？なんもしないつもり？てか、切ってる間できたじゃん、あんた。何やってたの？だってさ、うんうん、翔ちゃんがなんかやりたがってたからさ、ネギの切り方とか見せられてさ。見せられて。卵だけ入れてあげようか。卵1個でいいの？うん、卵。あ、ほら、あれ、見せたいだろ？卵割るとか。ほら。ね、バカにすんなよ。いいよ。いいよ。入ってうるさいな。ちょっとちょっとにゃんにゃくにゃんにゃんにゃんいいかな、早くやって。ここ水はどれくらい？今の何？誰の何？誰っけ、あのゆうちゃみです。ゆうちゃみがやってる。じゃあなんかあれらしい、一度に水を入れるとダマになりやすいので少量の粉を溶いてから残りを混ぜます。入ってる。まあ、いっか。大丈夫、やれるやれる。あ、そしたら少しずつ入れる。少しずつ入れる。逆に。うん。まだ入れていい？いいんじゃない？全部でしょ、だって結局。うん。わぁええー、もうめんどくさくなっちゃった。そうなんだけどさ。わかるけどさ。もうあれよ、たこ焼きするってなんてさ。うん。小麦粉で作ろうとするじゃん、翔ちゃん。小麦粉と。だし。だし。俺嫌なのよ。何が？たこ焼き粉っていうものが商品があるからさ、もうそれでいいじゃんと思っちゃうの。簡単じゃん、うん、手間が1個2つ減るじゃん。それなのにさ、翔ちゃんはなんか買いたがるからさ。え、手間って何よ。だって粉と粉入れるだけじゃん。いや、粉と粉を入れるのが、うん、もう1個減るじゃん。どうせあんたやんないでしょ。そうだった。ほら、ダマになってるよ。大丈夫だよ。こういうのだけうるせえやついるよ。うん。俺。うん、え、油は直接ここにバーってやっていいわけ？いや、あれでキッチン。あーでだよ。もうやってください。もうやってください。もういや、いやよ。いや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 。なんかもう、こだわんないよ。いいじゃん。こだわらせろよ。うん、じゃあこだわりたい人がこだわってください。ほら、こしてこれ。大丈夫だってば。じゃあさ、こしたやつとさ、こしてないやつで比べてやろうか。え、いや。わかる？わかんないでしょ？わかんないんです。そういうもんです。そういうのもいいです。はい、そういうもんです。